かできる人はいいんですけど、はい、私はね、はい、私結局こういうことなわけですよ。増田さん、はい、一回もできないですか？まさか一回どころか上に上がらないっていう人っていうのは、あ、なるほどね。どうすればいいかなと思いまして、そういう人だったら、はい、例えばこういう材料を用意しますよね。はい、これで、はい、登ってください。あ、掴んでください。はい、はい、じゃあ失礼いたしまして、こうですね。そうです。で、はい、そしてそのね、はい、上がったところからゆっくり降りてください。ゆっくりです。降りるだけ。本当にゆっくり降りるだけ。はい、ゆっくりゆっくりできるだけゆっくり。そう、そうです。伸びきるだけ。なるほどなるほど。これを、はい、10回から20回繰り返して。結構きついですけどね。はい、結構きつくなってきますよ、最後の方。ゆっくりゆっくりゆっくり。そう、なるほど。でもすっごいこう、ここも使いますね。ですよね、ここと、あと背中の筋肉。あーって感じですね。なるほど。これを毎日毎日繰り返しやってれば、はい、必ず1回できるようになりますから。なるほどね。そう、わかりました。じゃあぜひ皆さんこの台をね、ちょっとつけ加えていただいて、まあ、ここから始めようということですね。そう、そういうことです。はい、ゆっくりね、ゆっくり。そうです。はぁって感じですけど、気をつけてほしいのは、やりすぎちゃうと筋肉痛がひどくなっちゃうので、もうね、ほどほどのところでね、やめるようにしてください。そういう予感があります。予感がね、もうビシビシしてますか。はい、はい、ぜひね、皆さん、この、まあ、ゴミ箱じゃなくてもいいんですけどね、まあ、何かこう、台を使っていただいて、雑誌重ねてもいいですし、そうですね。はい、やってみていただきたいと思います。1回もできない人のために、はい、ダメでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。